画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴーです。今回なんですけど、皆様とご一緒に、天使のクローバー、こちらの MV 見ていこうと思います。が、今回ですね、天使のクローバーという MV にはですね、激しく踊る振り付け、皆さん笑顔満面の笑みでドアップとか、いろいろありますが、その中で一番言われているのが、光合成をするシーンがあるんですよ。で、プロセカのキャラクターには、究極のインドアカップラーメン大好き、酔い咲かなでちゃんがいます。で、今回検証なんですけど、究極の引きこもり酔い咲かなでちゃんに、光合成させたら元気になるのかというものを今回検証していこうかなと思います。一応酔い咲かなでちゃんはあまり外に出ないけど、プロセカ公式4コマ漫画の方で、太陽の光浴びるシーンとか、頑張って外ジョギングするだとか、そういった努力もございますので、ここはもう我々がちょっと半強制的に太陽光浴びさせて光合成していこうかなと思います。で、その問題の光合成太陽光のシーンがこちらですね。はい、しっかり光合成しています。この後に一応みのりちゃんですとめちゃめちゃ元気にまた踊り出すといった感じで、天使のクローバー、そして皆様のドアップ、もう満面の笑みのドアップといった感じになっていますが、こちらを皆様とご一緒に見ていこうかなと思います。さあ、それでは果たして、酔い咲かなでさんは元気になってくださるのかと、かわいい。本日なんですけど、25時、ナイトコードで、そして衣装、ペイル、おっと、かわいい、すごいな、衣装。そんなんなるんだ。初めて見た。衣装そんな、なんか意地でも中見せないじゃん。すごいね。といった感じで、今回なんですけど、ペイルカラーの衣装でね、踊らせた、かわいい。といった感じで、エナナの笑みよ。いや、今から、ほら、もう外歩こうとしてるかなでちゃん、かわいい。つまずいたりしちゃいますよね。久々に外歩いたら僕も何もないところでつまずいたりしますもん。うん。ですが、東雲家貴族の歩き方。はい。失礼いたしました。さあ、ここ。あ美しいですね。ありがとうございます。といった感じで、とりあえずサビ行きますか。さあ、かなでちゃん。ここでとりあえず体力使い切ってもらいますね。うん。検証としては体力なくなった後に、太陽光浴びると元気になるのかっていう検証です。おわ、いいよ。はい。さあ、例のシーンが、かなでちゃんに反強制的に太陽光を浴びて光合成させると、よいしょ、もっと腕振って太陽光食べて、もっと太陽光食べて、そしてみんなで集めたこの光で、もっとまだ貯めて、ギュッとここで縮めて、ここから太陽光をかなでちゃんが、ね、浴びてる。いや、どうなるんだろう。元気になるのかな、かなでちゃん。めちゃめちゃ元気。あー、笑ってない。めちゃめちゃ元気だ。太陽光すごっ。めちゃめちゃ元気。羽生えちゃった。めちゃめちゃ元気。